うさこさん、かみーさんのお二人です。どうぞこちらステージにご登場ください。はい、皆さんこんにちは。どうもどうもどうも、コスプレイヤーのうさこと申します。今日はよろしくお願いします。そっち行く？あ、そこそこ真ん中だね。はい、かみーちゃんどうぞご紹介。はい、皆さんはじめまして、こんにちは、かみーです。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、よろしくお願いいたします。もうね、ニコ動なんかをご覧になっている方は、おお、あのお二人かというね、ご存知の方も多いと思います。コメントも流れております。いやいや、本当にね、いつもの2人なんていうリアクションが出てますね。最近こんなのばっかやってますね、コスプレせずにあらあら。さあ、今日はですね、ここオアシス21で世界コスプレサミット最後のイベントということで、お二人に来ていただいてるんですが、はい、今日もまた素敵な衣装ですね。そうなんですよね、僕ね、割とこれちょっとやりすぎなぐらいやってるんですけど僕の衣装はですね、フリーっていうアニメのですね、今ちょうど2期が始まって話題のイケメン高校生の役を割とおじさんがやってます。はい、コスプレは年齢自由でございますか。そうですね、年齢を超越したキャラも、もう何でも自由なんで、もう頑張ってやってますね。はい、はい、さあ、はい、そして、はい、私はボーカロイドの重ねてとの吉原ラメントという曲があるんですけども、そちらのコスプレを今回させていただきました。はい、なんともセクシーなコスプレでございます吉原の衣装なので、はい、おいらんか、うん、おいらん、おいらんですね。はい、はい、さあ、そんなお二人とともに進行してまいりますけれども、はい、今日はですね、ニコパーレではおなじみですコスプレクションなんですが、初めて見るぞという方もいらっしゃるかと思いますので、簡単にご説明お願いできますか。はい、ですね、コスプレクションというのは、ニコニココスプレイヤーズアーカイブコスプレモードキュア、あと今回は WCS ですね、準参加国 の、 皆さんがですね、こちらのステージでスペシャルアクトというものを、ここで演じてもらいます。で、そちらのコーナーが一つと、もう一つがですね、今日こちらにいらっしゃってるお客さん、コスプレしてるお客様がですね、抽選で当たった方がなんとこのステージをですね、この照明と、プロの照明とプロの音響でですね、こうしゃなりしゃなりと歩いてもらいまして、そしてコメントが流れるという、割と東京のニコファレというところでは定期的にやらせていただいているイベントなんですけど、はい、みんな大人気で、もう上がりたい上がりたいっていう人がたくさんいらっしゃるイベントなので、今チケットをいただいた方はですね、抽選に当たる確率がありますので、当たった方はね、めったにそんなチャンスないので、はい、この広いステージをちょっと堪能してほしいなと思います。ざっくりまとめると、はい、すごい気持ちいいイベントみたいなことですね。そうです、なかなかね、こんな写真撮れることがあっても、うん、動画で動くってことはあんまないんで、おー、そうですよね。これを機にちょっとね、なんか芽生えちゃうかもしれない見せ方にね。そうですよね、より表現も何かこう変わってくるかもしれませんの で、 で、ね、はい、はい、当選されましたらぜひね、はいはいはい、手を挙げて参加いただきたいと思います。はい、さあ、それではその最初のフリーステージ、ご登場いただく当選者の皆さん発表いたしましょう。はい、私の手元に番号が来ております。当選番号、お手元ご確認ください。1番から10番、そして51番から61番の皆さんが当選です。はい、今さあ、当選番号いらっしゃいますかね。手を挙げてくださいね。あ、いますね、あそこ。1番から10番と51から61、60番の方いますかね。あ、ちらほらちらほら、60、失礼しました、51から60までですね。はい、ですね、皆さん気づいてますかね、もらった方。はい、じゃあそちらの当選した皆さんはですね、ステージ向かって左側ですね、あちら手を挙げてるスタッフさんのところに、集まってください。そこで、まあ、簡単な、アンケート的なものと、こう歩き方とかご説明がございますので、あちらの方にもう一度、じゃあスタッフさん手を挙げてもらえますか。はい、あそこですね、ステージ見て左側の方に、番号1番から10番、はい、そして51から60までの方がご当選となりました。はい、はい、じゃあね、なんか名古屋どんな人いるかちょっと楽しみですね。で、ちょっと当選された方がゾロゾロ動き出してますね。割とすごい人いますよ楽しみですね楽しみですね、はい、で、ちなみにこれ、はい、1人じゃなきゃいけないとかじゃないんですよね。そうですね、遊びに来てるお客さんはやっぱり一人で来てる方もいれば、一緒に同じ漫画のキャラクターとかお友達同士で来てるので、当たった方は当たった人のみではなく、一緒にいるお友達、もしくはここで仲良くなったお友達でもいいので、うん、ぜひぜひ、楽しんじゃってください、せっかくなんで。おー、じゃあ、はい、隣の方が当たってたら、そうですね、私もみたいな全然そんなのでも全然 OK ですね。え、とにかくね、このステージ楽しんでいただきたいと思います。はい、さあ、続々と受付が行われているようです。
さあ、それではフリーステージの方はもう少し後にご登場いただくということなんですけれども、はい、さあ、改めてどうですか、この世界コスプレサミット最後のイベントがこのコスプレクションなんですが、そうですね、お二人から見て、こちらはいかがでしょうか、今日の会場。割とね、最初はみんな恥ずかしがってるんですけど、ステージに乗るとね、みんな盛り上がって、ノリノリ でまた次も出たいという方が結構いらっしゃるので、なんかもう写真撮られるだけではなく、こうやって楽しくみんなに見てもらうっていう楽しみ方も味わってくれたらいいなと思ってますね。そうですね、ステージね、なんかこう立ってみると独特の感動があるぞなんて方もありますもんね。ちょっとじゃあ行っちゃっていいですかね、次。じゃあもうさあ、はい、そろそろそれではですね、フリーステージの前に、実は先ほどご説明したスペシャルアクトというコーナーがございます。はい、じゃあそちらの方に切り替えていきたいと思います。それでは最初のスペシャルアクト、コスプレモードの皆さんに盛り上げていただきましょう。よろしくお願いします。